ウォーカーン vs 吉明藤原。第5試合、10分エキシビションマッチを行います。青コーナー、186センチ、103キログラム、プロフェッショナルレスリング藤原組組長、藤原吉明。赤コーナー、190センチ、107キログラム、リングスロシア、ボルク、ハーン。さあ、今大会の第5試合に当たります。この試合はエキシビジョンマッチ、10分間両者は戦います。ボルク反対藤原義明。これはもうガラッと雰囲気が変わりまして、はい、楽しんでいただきたいですよね。そうですね、まあ、本当は10年ぐらい前からですね、もうずっと実現の待ち望まれた試合ですからね。そうですよね、ここはもう夢の実現ということで、はいはい、さあどういったテクニックが、両者から繰り出されてきますでしょうか。おお、腹固めですね、はい、得意の腹固め、これを回転して逃していきます。まあ、発表されたのはかつてのリングスルールということであります。ヒールホールドも OK、 そして、加えてですね、フリーノックダウン、フリーエスケープで10分間両者で行われます。まあ、言うならばスパーリングみたいな感じですよね。そうですね、はい、力入れたスパーリングと受け取っていただきたいと思いますが、本当いろんなこうテクニックのですね、応酬という部分で、まあ、エキシビションですね、はいはい。まあ、テクニックだったら両者ともすごいですよね、はい、2人ともこうテクニックのよろずやみたいなところがありますが、デパートメントであります。腕しぎにこうしていくのか、腕しぎはこれは切らせません。片やコマンドサンボのテクニシャン、はい、片やカールジゴッチさん仕込みですからね。そうですね、はい、まあ、三角締めですね。さあ取ることができるか。ボルクハンは91年からこのリングスで活躍を見せています。一方の藤原義明は皆さんご存知のように72年、新日本プロレス入団しまして、その年の11月から、デビューしています、戦っています。相手が藤波辰巳さんでした。このリングスにも96年11月大阪城ホールで、開かれた大会に出場しています。足を持ってこうリングに中央に引きずり込むというのはファンの懐かしいやつですよ、ね、シーンですよね。今踏み続けしましたよ、これでスタンディングアキレスですね、はい。そういえば現在のリングスからこういう光景はね、トントン消えうせましたからね。クロスヒール行きそうですね、これ、クロスヒール行きますね。クロスヒールゴールド、お客さんもヤンヤン喝采です。どうも往年の名場面ですよね。そうですね、あと6年早くこれを見たかったなという気がしますが、すね、エスケープ。そうですね、いや、アキレスに返しますか、組長の方が。あ、ヒールホールドですよ、ヒールホールド。これはヒールホールド、あまりにも危険なため、このリングスではもう禁じ手となっています。そうですね、ヒールホールドがもう決まるともうすぐさまみんなタップしてね。今度は半が十字ですね。試合が展開していきます。これエキシビションマッチと2人とも意地があるから、こうエスケープとかないですよね、多分。ね、ここは離れました。ファンもですね、自分たちの弟子を、自分の弟子を連れてきているだけに、はい、そうぶざまなね、そのエキシビションを、ね、見せることできないですからね、はい、意地がありますからね、やっぱね、2人ともその監督方の形に出たもね。得意のスタンディングのアンバーカ。藤原義明がですね、脇固めを一つの代名詞としているように、はい、ハンもですね、こういったクロスフィールド、それからスタンディングのアンバー、こういったものが ね、形としてシルエットとして、ファンの脳裏に焼き付いています。アキレス腱からですね、入り方もやっぱスパッと入りますよね、鮮やかです。そしてクロスヒールに返しますか。いや、おー、4の字のやつ、反発ですね。これは面白いですね。これ昔コピロフとハンがやった時にありましたね。はいはい、ありましたね、はい。ガン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 切り返していきます。足首がダメ、
今えタップしたんですか。いやあのレフリーが今ちょっとタップしたような感じだったんで一回止めたんですけど。フェイクフェイクやります。さすが向こうで前田さんも笑ってますが、おこれがなかなか切れません。追いかけてきました藤原組長。これスリーパーですね。ハンのニューバージョンか。天下の宝刀ですね。来ましたね、ここに来て決まりません。試合終了です。10分間のエキシビジョンマッチ、ノルカン対藤原義明、結局決着つかず。これをもちましてエキシビションマッチを終了いたします。どうぞ両選手に盛大な拍手を送ってください。熟練の技がね、そうですね、たっぷりと見ることができました。はい、ファンが藤原義明選手を担ぎ上げます。あ、お返しですまた白とはですね、あの全く違うですね、あの方向から、来るんですよね。はい、だからなんか すごくなんかですね、こういったらどう来るかなとかね、あーこう来たか、やるじゃねえかとかね、だったらこう行ってやろうとかね、なんかこう、はい、勉強になりました。20周年もですね、2人でやってみたいなと、ハンドですね。Я буду надеждой и уверен, что рингс будет существовать. Что касается моей личной стороны, я делаю все возможное в дальнейшем, даже без моего участия, чтобы рингс процветал. Для этого я готовлю учеников. У меня очень сильная школа в Туле. Сегодня из них выступает трое. Еще лучше ученики растут. Приходите, болейте, поддержите нас, а мы будем рады вас своими победами.